ソーセージ、振り回していきたいと、思いやーす。さあ対戦が始まりました。相手はスケルトンソーセージという名の実質骨。こちらはエビフライ。白熱したソーセージの熱き戦いが繰り広げられています。どこにもソーセージ見当たらないじゃねえか。エビフライが骨を追い詰めていますが、骨のスキル執着によりなかなか倒させてくれません。負けたー。ここで、豆知識です。8月は、英語で、オーガスト。8月は暑いので、赤色にしときますか。謎の力で下から持ち上げて、ちょっとずらして重ね続けると、あら不思議。いつの間にかマグマホットドッグになりました。なんでだよ。ソーセージレジェンドオンライン対戦、マグマホットドッグ使っていきましょう。マグマ使うの久しぶりだぜ。運営に見捨てられてるのでマグマはなかなか強化されませんが、暑い日に使うと、若干勝率が上がります。俺あくまで体感値だからな。メタル相手ですが、頑張りましょう。メタルはトロフィー数1500から2000で一番多いソーセージだぜ。これは、押してます。残り体力同じぐらいだな。そろそろ決めます。うわまたメタルホットドッグです。メタルめちゃくちゃいるもんな。ちなみにマグマのスキルは断末魔。残り体力が 10% を切ると、攻撃力が 75% アップします。ついでにメタルのスキルは鉄の石。体力が残り 35% を切ると、ダメージを 35% カットするぜ。この勝負もいけそうです。あと2、3発ぐらいだな。普通のソーセージなら2発ですが、マグマは鉄の石があるので、耐えられます。でも、次で終わりだぜ。決めてやりましょう。なんで負けてんだよ。今度は、バナナです。夏といえば、バナナの季節ですか。バナナはソーセージとは逆の反り方してるぜ。なので攻撃を当てにくい。そんなに強くないはずなんですが、攻撃が当たらない。負けたー。そしてトロフィー数2000超えのメタル。世界ランク100位以内の相手だぜ。マグマの厚さ、見せつけていきますよ。まず2発、ステータスはメタル有利だから、攻撃回数を上回らないとダメだぜ。よし、先に半分超えた。しかしここから鉄の石圏内。でもこれでラスト1発。いやー。